ポケラボ。アサルトリリーラストバレット。近未来の地球、人類はヒュージと呼ばれる謎の生命体の出現で破滅の危機に瀕していた。ヒュージに対抗する人類最後の希望はリリー。決戦兵器チャームを手にしヒュージへと挑む。これは儚くも美しく戦う少女たちの物語。リリー、大丈夫？はい、このくらい何ともありません。そうは見えないわ。無理と感じたら下がりなさい。いえ、一つ柳隊のみんなも戦ってるんです。私だけ引くなんてできません。それにここを突破されたら居住区域に被害が出ます。だから絶対に引くわけにはいきません。リリー、わかったわ。それなら必ず死守するわよ。はい。だけどどうしてこんなにヒュージが。由比ヶ浜のヒュージネストは破壊したはずなのに。ヒュージネストは他にもあるから、あの程度でヒュージはいなくなったりはしないわ。とはいえ確かにこの数は異常ね。正体不明のヒュージとの遭遇報告もあるようだし、一体何か。リリー、やはりもう限界ね。この連戦だから仕方ないわ。大丈夫です。リリーだけじゃない。正直私も限界が近い。だけど他の一つ柳隊のメンバーも別の地点で交戦中。他の百合ヶ丘のレギオンも同様、救援は望めない。次から次へと。リリー、私の後ろに下がりなさい。あなたのことは私が守るから。下がりません。私だってお姉様を守りたいんです。あなたって子は。これはチャームによる射撃。どこから。詳しい話は後。今ははい、一緒にヒュージを殲滅しましょう。リリー、あと一息いける。もちろんです、お姉様。それじゃ行くわよ。みんなのことは私が守ります。ユユ様、リリさん、どうにか間に合ったようですね。敵は私たちの様子をうかがっているみたい。それなら先に仕掛けましょう。ええ、もちろんです、お姉様。いやいや、はじめまして。私は交渉家の真島萌優。これからヒュージとの戦い方を説明するわね。バトルではリリーはメモリアを使用して行動するわ。早速メモリアを使ってみましょう。やっ、サポートするわ。やっやっ、そうそう、いい。メモリア
を選択して行動できるリリーはメイン押しているわ。はい、やるじゃない。今のはクリティカル攻撃よ。メモリアを使用した時に今よリリー、レアスキルで。レアスキルを使用するとバトルを有利に。みんな行くよ。レアスキルの効果でステータスが上がったわ。レアスキルやメモ、私だって敵なんだから。これもお姉様との特訓のおかげです。どうやらまだです。まだ他のみんなが戦っています。先ほど他の地点でも戦闘が終了したと連絡があったわ。よくお二人であの数のヒュージを。さすがです。ヒュージの数が一番多かった地点がここだったんです。それじゃあみんな無事なんですね。ええ、安心してください。そっか、よかった。あ、リリもういいな。はい、疲労によるものだそうです。ご心配おかけしてすみません。そう、無事でよかったわ。私一つ柳隊のリーダーなのに。お姉様にも言われていたのに。リリー、こっちにいらっしゃい。私の前ではどんなにかっこ悪くても、いくら弱音を吐いても構わない。あなたのすべてを私は受け入れる。あなたは一つ柳隊のリーダーであると同時に私。お姉様。だけどお願いだから私を一人にしないでね。私はいなくなったりしません。お姉様の笑顔は私が必ず守ります。それならあなたの笑顔は私が守るわ。お姉様、私もっと強くなります。ええ、でも強くなるのはあなた一人じゃないわよ。そしてリリー同士の結束もですね。あなたたち、どうして。一応ノックはしたんだけど、なんだか。これがシュツエンゲルのちぎりなんですね。素晴らしい。クレハちゃんが見たら悶絶しているところだわ。あのお二人はどうして。あ、そうでした。では改めて、エレンスゲジュ学園高等学校1年、藍沢和葉。神馬女子芸術高等学校。百合ヶ丘の一つ柳隊を含むこの3校3レギオンは、ヒュージに対抗するため協力し合うことが決まったんです。学校の垣根を越えたリリー同士の結束強化。私たちも一緒に強くなるわ。みんなで一緒に。そう、リリーは。さあ、私たちの戦いを始めましょう。はい、お姉さま。ヒュージと戦うためのリリーを選択しましょう。リリーはリリーです。よろしくお願いしますね。百合ヶ丘女学院お目にかかり光栄。私安藤忠義、吉村ティーマクオシェンリン、私ミリアムヒルデガルドフォン。リリーはリリーです。よろしくお願いしますね。百合ヶ丘女学院2年私ワンユージア、ミリアムヒルデガルドフォングロクオシェンリン、吉村ティーマ安藤忠さ。お目にかかり光栄。百合ヶ丘女学院2年吉村ティーマイクオシェンリンとも。吉村ティーマイ安藤忠さ。私ミリアムヒルデガルド・フォン・グロピウスじゃ。よろしく頼むぞ。ガチャを引くことで選択したガチャからはメモリアを。リリーの役。今回のガチャでは何が手に入るか。早速ガチャを。
さあ、ルーンの解析を始めるわよ。うまっ。リリ、みんな、行くわよ。大切なもの、かけがえのない人たち、私たちが守ってみせます。ミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウスじゃ。まずはメインストーン。いきなりだけど、ヒュージ。今回はヒュージとの戦いで、これで準備が整。小型エリアディフェンスが破壊された。ケイブ発生により。こちら、一つ。これより妖精のあった作戦地域は雨でよく見えない。じゃなくて、雨天により視界不良、警部反応もあり、一刻も早い救助が必要だと思います。戦闘音あり。あちらはリリさんとユウ様の索敵範囲です。二川文、これより戦闘地点に向かいます。以上、通信終わり。やこちらのヒュージは倒しました。お姉様の方は。私は大丈夫よ。それより、リリ、焦りは禁物よ。今もかなり無理をしているように見えたわ。ごめんなさい、お姉様。エレンスゲ女学園のリリーが
この森で今も救助を待っていると思うと、いても立ってもいられなくて。そうね。でもあなたが怪我をしては元も子もないわ。この隊のリーダーはリリなのだから。はい、ありがとうございます、お姉様。ちょっとお待ちになって。私に隠れて。二人ともおい、もしです。あ、待ってください。もしもし。おい、エレンス。一応外星に来たエレン。こう視界が悪い。これ以上と皆さん、ニジのリリ、奇襲を仕掛けます。おい、任せ。そこで私とユージャーさんね。ヒュージ戦闘か。リリー、あまり無理するでないぞ。まずはおさらいよ。リリーは面白いデータが次々と取れるの。メモリアを使用する。メモリアとヒュージ有利な属、有利な属決めるぞ。このヒュージーなかオーダーを使うとバトル。バチの火見せてやるのだ。オーダーの効果です。終わりだ。少し疲れたな。よかったな。ヒュージの討伐。ヒュージを討伐。ミッションを達成するとこれで、あとはなら。Thank you.
ありがとうございます。はい。なるほど。はい。ええ。はい。なるほど。千里。そんな。わかった。ありがとうございます。こちら司令部、聞こえますか？現在の状況を知らせてください。先行したレギオンからの反応はあったか？ダメです。通信途絶したままです。他のレギオンも。この雨にこの地形。共同艦、応援が到着した模様です。レギオン名、ヘルボル。エレンスゲ女学園ヘルボル。同じく飯島蓮華、到着です。20日の夜、芹沢ちランちゃん、ヘルボルか。早速です。通信はこちらで引き継ぐから。あ、は、待て。傷ついた仲間がいるからです。確かにヘルボルは指示が。その説明では納得できません。共同作戦地、通常と異なる特型ヒュージ。今その情報わかりました。待て。何でしょう。敵ヒュージの戦力も規模も不明なのだ。じゃあそれまでは。今最大戦力であるヘルボルを消耗させるわ。変わらない。分かったなら待機場所へ。もカズハ、どうしたの。ヘルボル集合。いいの。ええ、ですが。あ、さっき通信仲間。なるほど。レンカ様、オッケー。ヘルボル、いい。説明するわね。やってみましょう。そうそう。の足。はい。やー、大丈夫。
夫ですか？ありがとうございます。リリーが、はい、挨拶は後よ。はい、お二人と大丈夫。十字の方向から、ま、え、逃がしません。早さくら、いえ、さが、はあ、相変わらず、キス…お姉さん…ヒューズ…子供…いえ、リリーで…なん…ラン…うわ遮蔽部…今はそうだな。はい、お任せ、うん、チカル様は…了解。私はヒューズ…ヘルブ…いや自分ばかりが、うん…私は…三人ともキュ…獣と一緒だ。倒す。ランちゃんに力。いい感じです。力。すごい。そうですわね。あれはエレンス。リリー、あまり無理するでないぞ。面白いデータが次々と取れるの。いや、これで最後です。みんな、行くよ。嬉しいのー。